グリーンドック北海道立産業共振会場は、北海道札幌市とよひ区にあった施設。愛称は、月サムドーム。1968年の北海道100年記念事業の一環として建設され1972年7月に開業。4年ごとに開かれる、北海道総合畜産共振会や競争場の競り市といった、畜産関係の採事場としての利用主目的として、 館外には牛場をつなぐ設備も設けられたが、北海道における産業の振興及び、生活文化の向上を図ることを目的に多目的な使用も想定されており、博覧会、スポーツ、コンサート、各種見本誌、自動車販売等のイベントにも使用された。その一方で周辺の宅地化が進展するに伴い、家畜の匂いへの苦情も生じ1986年を最後に、 畜産関係の利用を終了。また、敷地内には有料のドッグランが開放されていた。愛称、グリーンドームは、周辺に北海道農業専門学校や月サップジンギス館、クラブがあり、牧草地や並木道といった豊かな緑に囲まれている立地条件からこのような旧称が付けられた。名古屋屋屋根の色は白色である。2009年9月には、 施設の老朽化が進み維持管理の負担が増加する。一方で建設当時と比べ、大規模屋内施設が増加したことを理由に2015年度を目処に廃止する方針を固め、2016年3月31日に閉鎖された。2016年度中に売却及び解体を検討するとしていたが、最終的に2018年4月末時点で建物は解体。跡地には、 ダイワリースが手掛ける大型商業施設が2019年6月に完成する予定とし、ブランチ、札幌月間として2019年7月19日に一部、先行開業し10月23日に全面開業した。ありがとうございます。